ずっと子供扱いしてたのに別れてからザインは大人だからうまくやるよって、フリーレン様いいよね。ネタバレ注意。今回は早々のフリーレン、ザインとの別れが上手に笑えないくらい悲しすぎるに対する反応集を紹介していきます。よければチャンネル登録と高評価、コメントで応援よろしくお願いします。それではどうぞ。ザインのフォロー力とツッコミ力すごかったな。ザインが2人フォローしてる間ずっと棒立ちなの可愛いよな。でもこいつの心を先輩として励ませたのはフリーレンおばあちゃんっていうのがまたいい。もう付き合っちゃえよ。読者の気持ちを代弁しきった名台詞だな。その前の机叩きたくなる気持ちもわかる。こういう解き話聞くのは僧侶の役目でしょって言われて、ええってなりつつめっちゃ役目遂行してて偉い。別れる時の言葉がザインは元気で、でフリーレンはまたねなのがすげえよかった。あそこのザインの表情がマジいいんだ。そこの顔大好き。おばあちゃんとザインの会話も好き。おばあちゃんめっちゃこいつの心救ってるよね。フリーレン様がただの人の心のわからないポンコツじゃなくて、要所で伝説のパーティーの一員としてのメンタルを見せるのがこの漫画のいいところ。それはそれとして、少年少女の甘酸っぱい問題を全部ザインに投げるのはやめろやってなる。天国についてのフリーレンとザインの会話好きすぎる。親友ことをずっとゴリラ呼ばわり。関係性はエモいのにアゴヒゲがゴリラを追いかけてって字面でいい感じに笑えるのも好き。めちゃくちゃ馴染んでてびっくりしたな。確かに最初から一緒に旅してたような錯覚に陥ってた。なんでこんな早々に退場しちまったんだ。ザインがいると潤滑油になりすぎるからかな。下手したらクラフトより一緒にいた期間短い。多分話数で見ても単行本1巻分もいなかったのでは。4人目としてのハマり方が尋常じゃなくて喪失感がすごい。いなくなると本当に心細い。メイン3人がガキしかいねえってなるね。私ほどの年上のお姉さんはいないよ。って言われてた新メンバーが秒で馴染んでは彼を惜しまれるのすごいよね。キャラ立てマジでうめえ。同行期間短すぎるしすぐ戻ってきそうな気はするんだけどな。なんかあっさり再会してまたアホなこと言ってくれそうな感じはあるんだが。まあすぐ戻ってくるだろ。ゴリラと再会したらゴリラの目的次第で再会できるかは決まりそう。あの年でも年上のお姉さんが好きなのはおねしょた願望を持ち続けたらおねしょたできない年齢になったおじさんみたいだな。あれ一応だけど年単位で一緒にいたんだっけ。あんなんでもザイン20代前半くらいなんだよな。レギュラーメンバーだと思ってたから離脱するとは思わなかった。出てきた時は4人目とかいらねえって声も多かったのに。話数的にポットでの追加キャラのはずなのにいなくなるのめっちゃ寂しい。別に死んだわけじゃないのに喪失感がめっちゃすごい。また数十年後とかに会えるよきっと。ゲストキャラが入れ替わってく形になるのかな。別れたザインが一人きりの旅路を行く絵がすごい胸にくる。アゴヒゲも本当に楽しかったんだなってのが分かって切ね。とはいえ本編時間だと数ヶ月から1年くらい経ってるはず。おそぼちゃんの目的地の魔王城と友人の目撃情報がある町が正反対の方向だった。もう後悔したくないからほぐれて町に向かったのか。運仲間に入った時はいらないって思ってたけど離れるとなると残念だな。こんな早く離脱させるとかアンケ的に何かあったのかな。アンケート影響出るのはもっと後だよ。ただでさえ書き溜めてるっぽいし。単行本一冊分くらい先行して書き溜めてることがはっきりしてるし、おそらく規定路線だよ。掴んだのが10年前の足取りだからすぐ見つかってじゃあ合流もう難しいよね。楽しかったでしょ。いいよね。本人をガキ扱いして別れてからザインは大人だからうまくやるよって、フリーレン様いいよね。4人パーティーの時の安定感がすごくて、いなくなると本当に不安になる。戻ってきてもいいんだぞ。戻ってくるまでに大人のお姉さん仲間にしなきゃな。私ほどの大人のお姉さんはいないよ。あまりもパーティーのお兄ちゃんだったのでいっぱい寂しい。掘り下げられまくってると思ってたフリーレンの新しい面も引き出せてたのに離脱とか想定外すぎる。これでもしまた別の4人目が加入したとしてもかなりハードル高いことになりそう。というか追加メンバーとしてかなり完璧だったんだなザイン。入る前はおっさん入るの大丈夫なのって感じだったのに、別れるとなるとまだ一緒にいてくれってなる。こいつ以外に血は喧嘩の仲裁できるやついないじゃん。
離脱も早くはあったけど、ゴリラとのこととかで不自然ではないし、離脱に絡めてきっちりヒンメルノルマこなしつつ、エモいエピソードになってるからな。このまま3人プラスゲストで進行するのか、ひょっこり戻ってくるのか。顎ひげ抜けて入れ違いでゴリラ入ってきたら吹く。一緒に旅した期間短いのに最初からいたように思うよ。少年少女にかける励ましと背中を押す言葉が的確すぎる。直接言及してなかったヒンメルがフリーレンを旅立ちに誘った殺し文句を明かすのをザインの旅立ちの回に持ってくるの構成うまってなる。なんていうかキャラの描写が丁寧だよね。こないだのリョースとかフォルジーとか一話限りのゲストキャラの立て方もうまいよな。というか一話完結がうまい。なんかこう恋愛的な大人保護者としての側面ばかり気にされるが、単純にこの旅に僧侶がいないの危険すぎる。毒にやられたらやばい。僧侶めっちゃ重要ジョブだよな。フリーレンの またねは長寿的な鈍感さではなくて、明確にまたどこかで会おうというヒンメルとの後悔を繰り返さないための成長したまたねなんだと思う。わかる。だからこそのあの表情だよな。かなり先の話まで書き溜めてるっぽいから、アンケートでどうこうと買わないでしょ。全部予定通りなのかな。編集部的にもよっぽど自信あったのか、自由にやらせてて実際ちゃんと受けてるみたいだから、よかったよかった。精神面でも戦力面でも足りない部分にすっと入ってくれてたから、いなくなるとすごい心細い。この街でお別れだっていうのに好きに行動してるのが好き。こうしんみりするわけでもないのがいいよね。早いタイミングで合流してほしい。こいつが戻ってくるというより、フリーレン組の方がなぜか先にゴリラと会うんじゃないかなと予想してる。パーティーから常識的な剣士から突っ込んでくれる大人がいなくなってしまったのはでかい。それがいてはフェルンとシュタルクが大人になれないんだ。そう考えるとフリーレン様が情緒の面で二人に干渉できないのはうまくできてるなって思う。逆に言うと二人が大人になるのを邪魔できない。ザインがいたらシュタルクとフェルンの喧嘩イコール青春がすぐに解決しちゃうからね。ヒンメルとフリーレンがゴールインできなかったのもみんな大人だったからというのもあるかも。ツッコミ的にも性格的にもパーティーバランス的にも必要な人材だっただけに、いなくなったのが本当惜しい。幼馴染は多分死んでいる。僧侶枠、大人枠、ここまでの要素が揃っていたら普通は仲間入りで一緒に試写会はする流れ。円満に別れるのは想像もしていなかったよね。ラーにすぐ合流できるさ。またどっかで通りすがった時に底なし沼にはまってるんだよ多分。なんかゲストキャラもサブキャラもあっという間に好きになってしまうな。そしてあっという間に行ってしまうな。物悲しい物語だ。こういうおっさんが年がいもなく夢追いかけるのに弱いんだ俺。マスタング大佐とか。ザインはもういないじゃない。ザインはまだ生きてるよ。大人が欲しいよ。ソチンのヘタレとおこちゃまのお母さんとおばあちゃんだからな。年上のお姉ちゃんだぞ。ならお姉ちゃんを遂行してみせろ。ザインに対してもちょくちょく諭すようなシーンはあるけど、どっちかというとおばあちゃんムーブなんよね。基本シュタルクとフェルンの恋愛相談で存在感強くなってったよな。そうそう、だから別れる時思いのほか寂しくなった。やっぱ優しく支えてくれるキャラはよくなじむ。少なくともシュタフェル結婚式はザインに取り仕切ってもらわないと困るからよ。そしてブーケをキャッチするフリーレン。嫁のもらい手がいないじゃない。シュタルクもザインも加入するとき、こいつとか思ってすいませんでした。みんないいキャラだわ。読者がザインに愛着を抱いたタイミングでいなくなるからな。作者の狙い通りなんだろう。惜しい男を失ったな。いや死んでないけど。いつか合流するやろ。シュタルクとフェルンの子供世代の話まで行きそう。行って通り過ぎるんじゃないかと思う。北に向かうのに僧侶が必要っぽいこと言ってたけど、免許取った後どうするのかな。再加入するのか、新キャラ来るのか、伝説の文句の人が加わったりするのか。ほんと寂しいわ。また戻ってきてくれザイン。そのうちパイナップルみたいな頭になって再会するかも。マークザインみたいにピンチに駆けつけてくれると信じてる。能力的にこの人いなくなったらパーティー全滅の危機の頻度上がりそうでな。それまで大丈夫だったんだ。結局甘えてたんだと思う。特にフリーレンは。魔王を倒した伝説のエルフがあっさり眠らされたりと、神官がいないと抗えないデバフがこの世界強すぎなんだな。ゴリラが魔族にやられててとか、ゴリラと合流してこちらがピンチの時にとかで合流するんだって思うのが普通の漫画だけど、
これの場合そのまま一切交わらずに下手すりゃ死亡確認させられる可能性まであるという。それならまだいいけど、数世代後に別れた後で功績残したゴリラとアゴヒゲの銅像を見つけて懐かしげに目を細めるフリーレン様まであるかもしれない。切ない。アゴヒゲはゴリラと再会、大人のお姉さんとも結婚して円満に老衰し、フリーレンとアゴヒゲは再会せず老いた嫁かゴリラと会って話をする流れも。人を知るために旅してるフリーレンが別れの挨拶にまたねって言葉を選んだ以上はそれはないと思う。合流するか探しに行くか、ぶっ殺された遺体とご対面するかじゃないかな。えげつないな。フェルンとシュタルクが正式に結婚する時になって合流して新婦役を買って出るかもしれない。決して出しゃばらずかつピンズドな突っ込み入れて的確に交通整理して高知までこなす。え、ちょっと何この神チャラ。再登場はしそうだけど、この漫画の場合10年後とかになりそう。パーティーの4人目以降は当面ゲスト枠なんだろうな。でもこいつがいなかったから先週のお母さんの病床のエピソードがあったんだぞ。こいついたら大抵の病気は瞬時に治しちまうからな。そこら当たりうまいよなこの作者。そしてそのエピソードがあったからこそ能力面でもザインに支えられていたと実感できる。うまいわ。一人だとこんなに静かなんだな。すごいしんみりするセリフだけど、じゃあ騒がしかったの誰なんだろう。一番声量でかそうなのはツッコミ入れるザイン。ツッコミはボケがいないとうるさくないけど、ボケは元からうるさいぞ。他者といるのって煩わしいことじゃん。別段騒がしい人がいなくても心乱されるし面倒だししんどい。でも楽しかった、そういうセリフだと思った。今のフリーレン一味みんな別段騒がしくないもんだ。キュアヒンベルハイターがうるさそうだけど、特に騒がしいやつがいなくとも4人いれば常に誰かと話しているか、誰かの話し声が聞こえるからじゃない。誰もいないと自分の足音や風の音が聞こえるほどに静かになるんだよ。ふと道端に美しい花を見つけたとき、黙って鑑賞した後に立ち去るか、ひとしきりたわいない会話があるか、そういう違いだよな。ゴリラ、俺が3人分になる。フェルンに泣かされるシュタルクか、フリーレンに説教するフェルンか、ツッコミを入れざるを得ない諸々の会話かな。アウラの時みたいな大規模クエストの時にゴリラと一緒に合流してほしいな。そこにクラフトも加わってくれればなおいし。前衛3名、後衛3名で理想的なパーティー編成だ。そしてクエスト達成したらまたねってなるのがいい。しかしクラフトが加わったらパーティー必要ないくらい無双かもしんないよ。確かにあいつフリーレンを若いと言いながら自分は山小屋でも鍛錬してるくらい英語の時を精進し続けてるんだぜ。魔王と1対1でも余裕で勝てるかもしれんよ。そんなシュワちゃんみたいな、そもそもドラクエ1は怠慢で竜王を殴り倒してたわ。まあ名前すら忘れられた過去の時代の英雄だからな。その頃の時点で強く、そこからひたすらに修行を続けていると考えると、とりあえずしばらくしてシタフェルが進行してから合流してすごく進展した2人を見て見守りたかった的な後悔に苛まれてほしい。そしてフリーレンになでなでされる。もっとお姉さんが良かった。今回は早々のフリーレン、ザインとの別れが上手に笑えないくらい悲しすぎるに対する反応集を紹介しました。あなたの考えもぜひコメントで教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。これからもフリーレンの動画をどんどん投稿していくので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。